こんにちは、あきです。今回私は伊豆に旅行に行ってきました。まあ、ちょろっとなんですけれども、伊豆といえば海もあります。で、海でも写真とか動画を撮ってきたんですが、海での撮影っていろいろと気をつけなきゃいけないことがありますよね。で、それについて、まだ海で撮ったことがないよっていう方は、これからこういうことに注意してくださいというのをお話ししたいと思います。機材の選び方とかに関わるのが3個で、機材の使い方に関わるのが2個、あとはね、写真の色味とかも話せたらなと思います。まず1つ目は濡れるってことです。まあ当然だよね、海なんだからもちろん水があるわけです。まあ私のカメラは防塵防滴だしっていう方ももちろんいると思います。最近ね、そういうカメラ多いですからね、レンズも本体もね。でも防塵防滴っていうのは防水ではないんです。あくまで水滴とかね、そういう細かい塵とかそういうのを防げますよっていうだけであって、例えばリコーから出ているタフシリーズとか、ああいうね、ちゃんとした防水カメラみたいに水がかかっちゃっても全然 OK みたいなのではありません。なので波打ち際でこうやって撮影をするときは本当にね、水には注意してください。あのバシャーンってなったらおしゃかみたいなことがありえます。で、今回私が持ってったカメラは富士フィルムの XE3 です。 XE3 はそもそも防塵防滴ですらありません。で、持ってたレンズももちろん違います。なので本当にね、水にはね、わーってビクビクしながら撮っておりました。海水浴場にある2つ目の大きなものといえば砂です。砂浜ですからね、かなり砂があるわけです。で、その砂っていうのは細かいものは舞い上がっていたりします。防塵のカメラだったらまあそのぐらい平気でしょうし、多少ね、大きな砂がついたところでパッパッとすればいいやっていうのもありますが、私の持っている XE3 みたいに全然防塵でも防滴でもないようなカメラの場合はもう砂の上になんて絶対に置けません。で、あとは水着なんかにね、ついている砂にも結構注意してました。私結構肩掛けにしてね、斜め掛けしてストラップで持ち歩いてたんですけど、どうしてもね、長さ的にお尻のあたりとかに来るわけです。そうすると座った時についてた砂なんかがそのままだと、それがカメラにババってつくわけですよ。もうね、あーみたいになるのですよ。だからなるべく立ち上がった時はちゃんと砂を払うとかね、そういう注意が必要です。で、一時的に荷物置き場に置いてから行くとかいう時も、そのままポイッと置いとくと舞い上がってる砂とかで砂まみれになりますから、タオルにね、くるんであげて、で、バッグね、防水のバッグとかにヒュッて入れてあげて、なるべく隠れるようにしてあげた方が良いと思います。3つ目はもう機材というか機械のね、天敵ですよね。潮風です。潮風っていうのはまあこういう風にも書くわけだけれども、もちろんその潮が入ってるわけですよね、塩化ナトリウム的な意味でね。なので塩水をかぶらなくたって、そういう塩気を含んだ風っていうのは金属とかいろんな電子部品とかそういったところを錆びさせていきます。ダメージを与えていきます。これはね、多分ね、防塵防滴のカメラじゃない限りはどうしようもないですし、防塵防滴だったとしても表面のいろんなところに塩が付着しますから、まあ注意というかね、その防ぎようはないかなと思います。ただそれがついたからもう即ダメみたいなことはないので、例えばお部屋にね、ホテルのお部屋に戻ってあげたらレンズ外して、で、中の空気を入れ替えてあげるとか、外装だったらまあウェットティッシュというかね、クリーニング用のやつでちゃんと拭いてあげるとか、で、レンズもレンズでキャップとか全部閉めたままにしとくとね、その空気が中に残ったままですから、キャップを外してあげて、まあ空気入れ替えてあげるとか、そうやってアフターケアをしてあげれば良いかなと思います。今のところ私のカメラはそれで元気に動いております。っていう風にこの3つを総合すると何が言いたいかというと、もう壊れてもいいやぐらいの気持ちで機材を選んだ方が良いよということです。私の場合はどうかというと、まず本体は私そんな持ってませんから、 XE3 しか選択肢がありません。まあこれは致し方なしでございます。で、じゃあレンズをどうしようかなってなった時に、例えばこの旅行にはニコールの古い 8.5 センチのレンズを持って行ってました。それを持ち出すか海に持っていくかというと、それはしませんでした。なぜならば、あのレンズは全て金属製なので、
多分錆びます。で、何の塗装もされてない、本当にね、素の金属という状態ですから、かなり潮風とかには弱いはずです。それに、思い出のあるレンズですから、もし万が一、塩水につけちゃったとかね、潮風で錆びちゃったとか、砂が噛んで動かなくなったとかね、で、もう復旧できないみたいな感じになったら、精神的なダメージが大きいでしょ。で、それを気にしながら写真撮ってたら、楽しくないじゃないですか。で、私が何を持っていったかというと、中国製のマニュアルフォーカスのレンズを持っていきました。具体的には TTR チザンの 50mm の F1.2 です。これはね、雑に扱うという意味ではなくって、もし万が一何かあったとしても、まだ現行品ですから新品のレンズが買えるわけです。まあそれもね、しかも1万円ぐらいで最悪買えるわけですから、万が一何かあったとしても、ね、替えが効くよと思えば、まあ、精神的な面で楽になるわけです。そういうね、心にゆとりを持った状態で海での撮影はすると良いのではないかなと思います。次は機材の取り扱いについてです。まず一番大事なのは人の視線を気にしましょう。皆様どう思われるか、それは性別によるのかもしれませんが、水着で遊んでいる時に知らない人にカメラをビッと向けられてたら、なんか怖くないですか？あれ、あの人何撮ってんだろうって思いません？でもそれって向けられるカメラによって多分印象って変わってくると思うんですよね。例えばスマホなんかは防水のケースに入れてね、例えば一緒に行ってる友達とか、あるいは家族とか恋人とか、そういうのはね、皆さん結構スマホで撮ってるじゃないですか。だから海の中とかでスマホを取り出してね、写真撮ってても、まあ気にする方ももちろんいると思うんだけれども、そんなにね、ものすごいみんなが気にするかっていうとそうでもないよね。で、同じように防水のさっき言ったリコーさんのやつとかの、ああいうコンデジなんかも、まあ記念撮影だろうなとかね、友達を撮ってるんだろうなぐらいですから、全然気にならないと思います。じゃあどういうのが気になるのかっていうと、大きなカメラとか大きなレンズを使っていると目につきやすいですよね。まああんまりこういう言い方は良くないかもしれないけれども、遠くからね、望遠レンズでまあ際どいのを盗撮しようとかね、そういう方もいるにはいるわけですから。で、そういう知識を皆さん持ってますから、大きいカメラとか大きいレンズだと、あれ、あの人何を狙って撮ってるんだろうみたいに思われちゃうわけです。でね、カメラに詳しい皆さんだったら、いやいや、コンデジの方がね、高倍率ズームがついてたりして危ないんじゃないとか、いやいや、これは広角なんだから、そんな寄らないとね、全然撮れないよとかね、そういう風に思うかもしれないけど、一般的な方から見たら、大きい機材イコールなんか遠くのものを撮ってそう、あれ、あの人何みたいになっちゃうわけです。その辺を考慮すると、もちろんカメラのレンズをバッと人にね、固定して向けないとかいう使い方の問題もあるし、あとはさっきの機材選びにも関係するんですけれども、なるべくね、目立たない小型なね、私は別に普通に撮ってるだけですよ、別に何か変なことをしてるわけではないですよって誰から見てもわかるような機材を持つっていうのがマナーというかね、万が一のトラブル防止のためにも大事だと思います。そして機材の使い方という意味で言うと、もちろん今夏ですからとても日差しが強いです。曇っていればね、また別だろうけど、まあでも海ってさ、晴れた日に行きたいじゃない？で、そういう日ってやっぱり暑いでしょ？そうすると本体が何もしてなくても暑くなります。ものすごく暑くなりました。もうね、あれ？何これ？暑い暑いってね、触ってるだけで暑いなぐらいになるから、じゃあ動画撮ろうかなとかやると、もうね、高熱です。熱が高いです。大変です。止まっちゃいます。ってね、XE3 も言ってました。まあ風が吹いてたりね、あとちょっと日が陰れば全然平気なんですけれども、日にね、当てたまんま、例えばカバンの上とかにね、ポンって放置しておくと、もうそれだけでね、あっちっちになってしまいます。なので、しまうときはさっきね、砂の防止という意味でもありましたけれども、まあ何かしらタオルとかでくるんであげて、でバッグの中に入れてあげるのが良いと思います。今回ここまでお話ししたのは、私が伊豆の海で、まあ写真とか動画を撮ってみようと思った時に、機材をどうやって選んだとか、どのように気をつけて使っていたのか、そういったことをね、思い出しながら話してきました。そして最後は写真の話でございます。海の写真って皆様どんな色が好きですか？私今回海の写真撮ってて、まあさっきの理由でね、そんなにたくさんは撮れなかったんだけれども、これ難しいなぁと思ったんですよね。すごく難しかったです。
例えばね、南国のもうどこまでも青いエメラルドグリーンな海みたいな、そういう場所ではないんですよね。日本の伊豆の、しかもまあ、なんていうのかな、入り江ではないんだけど、ちょっと狭いね、ところですから、まあ、ぶっちゃけ色は灰色なわけですよね。この写真とか見てもらえればわかる通りね。で、空も、例えばね、そのもう透き通るような青空に、例えばちょっとした白い入道雲、ザ・夏みたいな、季節でもないでしょ今ね。そうでもなかったでしょ。まあ空もね、ちょっとまあ灰色気味というかね、そんな真っ青みたいな感じではないんだよね。まあどっちかというと白なのかな。じゃあ夕日がリフレクションがみたいなのを撮るかっていうと、海水浴場ってもうその時間は閉まっちゃうんだよね。まあもちろんね、サーファーさんとかね、そういう人がねいるわけだけれども、私みたいな素人というか一般のね、チャプチャプしてるだけの人間はもうその頃はホテルでご飯なわけです。でもっと言えば、例えば花火を振り回すわけにはいかないわけでしょ。なかなかね、人がいる中で花火なんてしてたら怒られてしまいますから、花火を持った美人さんの写真を撮るわけにもいかないわけです。そういう状況で私は撮って出しはクラシッククロームでこれは撮っていました。まあちょっとね、暗いかもしれない、うん、どんよりしてるかもしれない。ただその場の雰囲気をちょっとね、誇張して伝えるっていう意味ではこれがちょうどいいかなと思いました。おいで、帰ってきてから、まあいろんなフィルムシミュレーションをね、老現像というか、富士のソフトで当ててあげて出力してみました。パッと流すので、皆様はどのフィルムシミュレーションが好みでしょうか？という具合に7種類かな、見ていただきました。まあアクロスはね、ちょっとね、また毛色が違うからあれだけれども、カラーで6種類で、モノクロはアクロスを1種類です。肉眼で見た印象ということで言うと、この日はプロネガスタンダードぐらいがリアルでした。まあちょっとやっぱりね、もやってたし、あんまりはっきりしないなっていうね、雰囲気でしたね。でベルビアなんかは、まあ、なんというのかな、色が濃いというか、ちょっとね、スッキリしてるんだけれども、なんか青っぽいね、ちょっと青すぎるかなっていう気もします。プロビアとアスティアあたりは、まあ、もうちょっと誇張されてるんだけど、でもリアルさもちゃんと残ってて、色彩的にもね、そこそこ鮮やかになってて、ネットで載せる分にはこういうのがいいのかな、みたいな感じがあります。モノクロもモノクロでね、良いんじゃないかな。まあ若干昭和の海水浴場感は出てるけれども、まあこれはこれでね、いい雰囲気じゃないかな。ちょっとシャドウをね、もっと暗くしてあげても良いかもしれません。で、こうやって比べた中で、私はクラシッククロームのちょっと重苦しい感じが良いなぁと思いました。まあ皆様はどれがいいかな、ぜひね、教えてください。何度も言うようなんですけれども、リアルな海ってこんな感じだよね。SNS だとね、ものすごい映え映えな感じのカラフルなね、キラキラな海がよく出てるけれども、まあそんな海ってあんまりないんじゃないかな、どうかな。まあ沖縄とかね、あっちの方はね、ものすごい綺麗だし、場所によってはね、あると思うけれども、大半はね、こんな感じですよね。だから悩んじゃうわけです。ということで、今回は海で写真、まあ動画もかな、撮るときの注意点を5つと、あとは海をどんな色で撮るのが好きですかっていう皆様への質問でした。この旅の目的は、私は単純に、まあ一緒に行った友達とかと楽しむっていうのでした。なので、正直海での写真はそんなに撮れていません。まあ撮ったんだけど、例えば友達が写ってたりして載せられないものもたくさんありますから、まあ、今回お見せできるのはものすごく少数になっております。これから夏真っ盛りでございます。まあコロナがね、これからどうなるかっていうのもあると思うんですが、もしね、海に今年は撮影に行ってみるぞみたいな方は、今回お話ししたところに注意していただけると、まあ、機材の心配もなく、人に怒られることもなく、心置きなく撮影ができるんじゃないかなと思います。ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。といったところで、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございます。私ね、こうやってこれからも写真をたくさん載せていきますので、ぜひぜひ次の動画もお待ちいただけると嬉しいです。感想とかもコメントお待ちしております。それではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。